ターの加納セリカです。今年は一人ぼっちの寂しいクリスマスになりそうな予感がするので、マリトッツォを巨大化させてクリスマスを一人で盛り上げていこうと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとカミカミで大丈夫ですか？初心者なんで、はい、応援にお願いします。嬉しくて大丈夫です。使っていく材料なんですけど、強力粉がまずこちらに1キロと入れていきます。強力粉1キロ入れていきます。温めた液を入れます。ドライイーストを入れます。ちょっとだけ混ぜます。卵も入れます。魔女がなんか作ってるみたいです。バターのいい匂い。大好物のバターを入れていきます。お菓子とか作ったりするんですか？プライベートでお菓子作り大好きです。大量にクッキーを作ってみたり、いいですかね。クッキーぐらいしか。料理はしますか？料理も気になった料理を自分でレシピを見て作ったりして一人で食べてます。最近作ったのは、炊き込みご飯を作りました。全然作ってないか。炊き込む炊飯器が頑張りました。生地がちょっとこんな感じでまとまってきたんで、あとはちょっと手でよくこねていきます。今美味しくなるように念じてこねてますんで、もう少々お待ちください。なかなかエネルギーがいりますね。やっぱ大きいから力もいっぱいいります。はい、こんな感じで一塊の生地にまとまりました。どんぐらいだろう。こんな感じで大きいです。結構重いタイプ。じゃあここでじゃん、ロールです。よし、伸ばしていきます。じゃあ今度は形を作っていきます。まずはちょっとドーム状にしていきます。じゃあこんな感じで生地の形が整ったので、じゃあ一旦濡れ布巾で15分ほど生地を休ませます。おやすみ。じゃあ今度は生地ができるまでの間に生クリームを作っていきます。この生クリームが6パック分です。ちょっと量が多いので3パック3パックでやっていきます。こんなに一気に生クリームを開けるのは初めてです。あと砂糖もこちらに用意してあるので入れていきます。じゃん、ではこちらで泡立てていきます。チリです。ちょっと大きくなってるんじゃないかなと思います。一回り大きくなった感じします。卵を塗るのはどういう理由なんでしょうか？ツヤ出しですかね。ちょっと疑問感じになっちゃった。焼き上がりがなんかハンバーガーのツヤみたいな感じになると思います。焼いていきます。使っていくフルーツはまずバナナとイチゴとブルーベリー、缶詰のみかん、あ、
缶詰のパイナップルとみかんを使っていきます。ちょっとシロップもったいないですけど、かけてきます。いつもだったら飲んじゃう。何やってたかな。無表情で YouTube 見てたかも。とにかく家で一人でいたのは間違いないですね。フルーツ大好きですけど、結構高いんで最近。あんまり食べれないです。カットしていてください。見栄えが綺麗な感じ、あのフルーツで敷き詰めたいなってちょっと描いてます。生地が焼けたようなので見に行ってきます。よし、開けていきます。おお、ホットケーキみたいな匂いがします。見てください、マリトッツォもできそうだけどハンバーグもできそうな感じ。こんもり大成功です。ツヤツヤ。あ、でもこっからが本番だ。おお、こちらのしっかりホイップした生クリームを乗せていきます。大胆にたっぷり乗せていきます。じゃあまず間にこのまん丸のいちごを入れていきます。これは隠れちゃうので埋め込みます。綺麗に貼り付けて完成になります。あとちょっとです。ちょっと気持ち悪いかな、いっぱいつけすぎて。よくマリトッツォになった。じゃあ封筒をかけていきます。ちょっと欲張りすぎてモリモリになっちゃったんですけど、カラフルなマリトッツォができました。またこの上の封筒もちょっとクリスマスっぽい雰囲気にもなりましたし、今年の一番大きいケーキになったかなと思います。カラフルにできていいんじゃないですか。まずは一口大きくいただきます。この辺から。ほっ、いちごしか食べられなかったです。無理。ちょっと溢れちゃってるので早速いただきます。うん、まだちょっと生地までは遠いんですけど、すっごく美味しいです。うん、右の辺からどんどん食べていきたいと思います。生地の方も食べていきますね。いただきます。大きすぎてマリトッツォじゃなくなっちゃった気もしますが、味はバッチリです。フルーツがいっぱい入っているので
生クリームがいろんな味に変わって美味しいです。幸せです。すごいボリュームがある。お得でいいことなんですけどね。あのイーストってなんかちょっと特殊だったりして、もっとさ、薄くてもよかったかもしれない。こんなに怖くなってきた。ここまで大きいと笑えてきちゃう。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。1年分ぐらいのケーキを今日1日で食べることができたので大満足の日になりました。正直な気持ちでた。もう今年はケーキ大丈夫です。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。